お疲れ様です。ラットです。今日はですね、こちらの公開で迫撃やっていきたいと思います。さあ、というわけで、スケキンが入ってるんですけども、これスケキンなくていいです。はい、だんだんスケキンじゃない方が多分強いです。スケキンはおもろいんでね、まあ、入れてるんですけども、マスケキンの代わりはね、ダークプリ、バルキリー、あとアウトローぐらいでね、はい、ぜひやってほしいです。で、スケは縦線でもいいんですけど、まあ、どっちでもいいですよ。ほんと使いやすい方でやってください。というわけで、行きましょう。まあ、マジ、最近ね、迫撃が、まあ、安定して強いよねっていう。まあ、新環境になって、1ヶ月経たないかぐらいですけども、まあ、なんかある程度、こう、強いデッキとかがね、固まってきて、まあ、そのうちの一つが、まあ、迫撃ですよねっていう。まあ、吹きや縦線、コウモリとか、この辺がとりあえず強いよねっていう。うん。さあ、スケキンはね、マジでネタ枠みたいなところ最近あるんでね、まあまあまあ頑張ってもらって。いや、タギがいい。いや、これスキル使ってさ、あー、つやつや、え、もう暴走してるやん。ガチで暴走どころじゃねえよ。いやー、ガチ寝起きなんだろうな。それか彼女に振られたか、二択。いや、こんな入んないけどね、普通。まあでも今のでファイブサップで、まあ、ペッカ工場っぽいよね、みたいな。ペッカっぽいねっていうのが分かったんで、まあ、吹き矢無双しそうだなと思いながら、ね。さあ、まあ、ちょっとな、気持ち脆いんでね、やっぱ縦線じゃなくてスケなのがね、気持ち脆くなってるんですけど、まあ、気持ち程度っすよね。まあ、あとは回転早いんで、ほんと高回転ご両親ですね。吹き矢延命してあげて。まあ、こういうのも延命してあげていいと思うんですよね。吹き矢がやっぱり辛いから。で、コウモリまで行ってあげてね。どうせペッカでしょ。あ、エレキで踏まれて。もったいないことしたな。さあ、ウッドスケでいいか。まあ、ディガーでもいいけど。ワンチャンザップクルスね。早めに。うん。さあ、さあ、さあ、さあ。いや、吹き上げな気がするけどな。スケキンはね、マジで僕結構好きなんですよ。本当に好きなんだけど、で、そこそこ僕は強いと思ってるんだけどね。なんか意外とそんな使われないっていうマルチとかだとね。なんだろうね。何なんだろうね。まあ、圧着が強すぎるだけ説はあるんですけど、ね、めちゃくちゃ弱いわけではないけどね。やっぱこう、バルキリーとか、他のカードの方が、なんか万能だしね、安定するよねっていう。あ、やべ。忘れてた、ザップ。で、これ、メガナイトかもしんねえな。なんか、流れ的にというか。わかんないけど、なんか、ね。鬼キャラできるそうだな。まあ、受けるか。ああ、滝が。メガナイトで、ふみふみ。ファイブザップのメガナイトってレアっすよね。キア出して、まあ、真ん中飛んでもらい、まあ、歩いてもらってもいいや。よいしょ。いや、家庭、もう頑張ってんじゃん。いや、迫撃で攻め毒みたいなのがありそうだけど、インドラすげえ飛んでんの、あいつ。飛びすぎじゃね？まあ、スケキンの奥がね、アウトローだったらアウトローだったら、こう、陸受け多分しやすいですし、これ U のワンチャン来ねえかな、これ。まあ、本当に何でもみたいな。これスキルじゃあ世界一いらねえな。メガナイトで踏まれるもんね。でもなんかいい。この、なんか、スキルで竹がいろいろ変わって吹き上げが入ってる。よいしょ。いや、なんかマジで、ただただ吹き矢が強いだけかもしれん、これ。で、迫撃砲が異常に前のめり、そういうこともあるよね。で、前に陸出すと、このディガーが受けられないよね。で、このディガーに受けを出すと、この吹き矢が止まんないよねっていう話をしたかったんだけど、これ、ウッドライブで終わるかな？終わりそうじゃね？ 274。いや、終わんないっすね。終わりそうなんだよね。さあ、このゴーストは無視でも大丈夫そう。うん。おい。守ってくる。オーケー。さあ、というわけで。まあ、吹き矢コウモリ、本当にやっぱ回転が早いので、相手がザップ持ってようが2周目コウモリとか、ウッド持ってようが2周目吹き矢とかね。まあ、迫撃でも攻めれるし、ディガーでも攻めれるんで、削りとかではね、そんな問題ないと思うんですね。なんか、防衛いかにこう、コスパよくできるかみたいなね。さあ、というわけでね、もう回転ゲーですよね、回転ゲー。でも、初手迫撃はね、俺、やっていいと思ってるタイプの人なんですよね。だから、ね、やった方がいいというか、なんか、初手はディガーでもいいですけど、マジ、迫撃、出し得だと思ってるんだよね、なんか。逆サイエレジャー来ない限り。ボーリー君。でも、こういうのも、全部回収してね。で、あんならこれにディガー繋げれば、みたいな。
ところありますから。おお、ああ、ジャイスキラか。コウモリ雪玉、スケルトン舞台ですね。うん。いや、ウッド打つか悩んだけど、打ってしまうだな。このウッドやばいかな。いや、マジで。キア回したい。まあ、ファイブ打って、いや、怖え。なんか雪玉飛んできた。なんか知らんけど雪玉飛んできた。まあなんか処理しようとしたんでしょうね。うん。さあ、ジャイスケラか。ヤユキですね。デスケブ、ボーリー。まあボーリーはちょっと嫌だな。吹き矢いるのはでも熱いっすね。僕からしたら。で、リーガーこれ無視されるんで、コウモリまで行ってユニット1枚は探せます。嫌でも何でもいいです。はい。何でもいいです。1枚は探せて、まあスケラは多分ね、適当で守れるんですよね、意外と。うん、端前溶かすでもいいけど、吹きやすき金で多分ある程度守れるから。対角にね、右下に吹き矢と左上にすき金。いや、もうウッドしっかり使って、さあからのこれボーラーでくんのかな。なんでくんだろうな。マジでバカスケル刺されそうなんだけどね、このボーラーが悪さするっすよね。まあマジディガー削りか俺は。うん、あのボーラーちょっとめんどいな。うわー、ヘベー迫撃放してしもた。あ、でもここ雪玉が回ってねえな。熱っ、マジで熱いな。マジ今の迫撃放は見なかったことにしてほしいな。そう、まあまあまあ、いや、攻め箱これいるのかな。結構むずいよな。防箱もあっていいのかなってなるじゃん。まあ回転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 で、いや、てか相手さ、えっ、スケダのレベル低いんだけど、でかっ。いやー、これそれ分かったならもう勝ったっすね。スケダのレベル13だ。まあ、でも13でここまで来れるんだな。全然トラグしてないけど。うん。いや、まあ、それだけで強い。さあ、無理せずね。これ、攻め箱欲しいな、俺。あれ、でも、ジャイ出さなくなっちゃったっすね。うん。それ嫌だな。いや、熱い。これでもボーラー回ってない。流れがいい。さあ、吹きや。いや、これでコストが。いや、足りない。コウモリからのディガ。いや、俺がディガ飛ばすと思ってる。飛ばしません。これこっちを行くやつね。あ、出た。この、最後の最後にスケキンがいいとこ取りするやつ。いや、でかっ。まあ、もうこれは、ちょっとでもあれですね、スケラが13だったのがでかかったっちゃ多分でかかったんで、ラッキーですね。さあ、ちょっと怖かったけど、まあ最後の最後、スケキンがね、でもそれ、なんかスケキンやっぱそんな活躍場面が少ないですよね。本当に少ない。ね、ウッドだけでとか、バルキリーだけでとか、まあ太陽、なんでもできちゃうからな。まあそういった面でね、ニコスだしね、ゴルナイ待ち食いも。結局、イチゴスのスキルが強いっていう。スケギもスキルイチゴスでいいっすね。イチゴスでもどうなんだろうっていう話ですから、ぶっちゃけ。いや、ランバーロイフグ、やばいな、これ。わかんねえな。まあ、ちょっと怖いね。延命超えするする必要ないよね。まあでも、攻め役していきたいけどな。ランバー雪玉ロイフグか。すごいデッキだね。遭遇しちまったっすね。おお、うわー、すごいな。あ、俺これ分かるわ。多分ラバクロのメガナイトロイフグ版。いや、多分世界で一番意味わかんないかもしれないんだけど、マジでラバクロなんですよ、相手の中身。そう、相手ラバクロなんだけど、あの
ロイホグ版なんですよ。わかります？わかりますよね。そう、そのままです。テンプレのラバクロのラバとクローンが多分メガナイトロイホグになったんですよ多分。いや、これファイブでよかったな。なぜ俺はファイブを使わないんだ。バカなのかもしれない。いや、いてぇ。俺さ、ファイブの手札回ってきたのか、無理やり。いや、もって、でもこれ勇気だけだったと思うんで、いや、ほんとに、ガチのラバクロなんですよ。いやー、のメガナイトロイグっていうね。いや、で、クローンが入ってないと。多分。いや、なんかこんな感じのデッキだったら覚えてんだけどな。いや、タゲが。痛えな。これでも、イモル、あ、やべやべ、なんか思ってたのと全然、ライトニング、いや、ガチで、普通に、ライト忘れてたな。まあまあまあ。許容しながらね、ちょっと、俺、右側っすね、もう、勝つ道は。前でライト削りきます。でも追い上げられる可能性がある。勇気しかないからな。まあライトもあるんでね、ダメージ受けれないっす。いや、吹き上げで全然あるんだけどな。これディガで下がってほしいな。いや、マジであると思うんだけど、あんなありそうだし。ファイボンコストだけ欲しいな。うわー、持ってねえか。くー、いや、これは勝てたっすね。勝てたけど、なんか序盤のダメージ痛すぎたー。まあもう今のとかもしゃーなしっすよね、あんなんも。だって、俺のこの迫撃ディガーがさ、例えば、なんだ、スケラフリーズになって、まあなんか、ね、ハイパーがこう、すごい変わってるみたいな。もうそういう感じですかね、ラバルになって。ね、ライトニングになったみたいな。いや、もうしょうがない。ああ、わからなかった。わかってたけどね。なんか知らんけど。ある程度わかってたけどね。しょうがないっす。でも、ホバとかいなかったのか。いや、まあ、よくわかんないな。なんかラバクロをなんかメガナイトログにした人だとしか覚えてなかったな。さあ、今回相手は、あれですね、ボムバルっすね。アイゴルマスケ。はいはい。復帰はあれ、タル使ったっすね。まあ、D が飛んでくるか。スケギのスキル使っとく？一旦。せっかくならっていう。弱え！ガチで弱えな。秒で散っちゃった。さあ、まあ、ここは迫撃で。いや、一回スケにタケ行くの嫌だな。ダメージ欲しいんだけどな。さあ、ボムバルか。まあ、コウモリ、ユキで行かれるし、フキアもまあ、最後ディガー、ユキだもんだからね。まあ、何でも行かれるんですけど、まあ、結局は回転ゲーか。でも、相手も回転早いもんな。まあ、ディガー削りと、無理しないを大事に、大事にって感じか。はい。控えめで行こう。めっちゃ控えめで行きます。さあ、スケキンね。さっきスキル使って気づいたら何もいなかったですけどね。迫撃はね、一個上だと釣れなかった気がするんだな、俺の記憶上。これディガーで削りながら、よいしょ、マスクも処理しながらね。これ吹き矢帰ってくるでしょ。吹き矢じゃね、忘れた。あ、スキル使っちゃう。これ熱くね。これサタン結構熱いスキルした。熱い熱い熱い、多分。いや、これ早く溶けて、溶けて、いや、ハミが、ハミが、ハミが、
ああ、いいねいいね。でタレ使ってみたいな。いや、スケキンがちょっといい味出してんのおもろいな。うん、めっちゃ低めのディが歩きた。飛ばしちゃおう。いや、うまい。でも範囲が、さあ、まあダメージね、稼ぎながら。まあ迫撃と吹きあればね、まあ、真ん中タルとディが来ますね、これなんで。まあそれだけしっかり警戒してユニット出せば、いや、さすがにトップはね難しいよこれ。で、爆破も避けながら、さあね、相手もスケの対応が早いんでね、しっかりウッドで、うん、まあ攻めなくしてもいいな、ぶっちゃけしなくてもいいんだけど、これマスケがなんか来るな。あ、そっちか。これ延命したら多分カチカチ山、勇気も使ったけど、まあ、一旦スキル使っとくか記念にね。いや、このはみ出たさスキルそこそこに強いよな。よしよしよし、さ、650でしょ。5ウッドでいけそうだな。本当に鬼の回転。いや、多分大丈夫だな。守りたくなっちゃうなこれ。いや、いいや、バルーン一発入っても最悪耐えれます。ああ、落ちるんかい。 OK。 さあ、まあ高回転ゲーでしたね。なんか迫撃今回は攻めというより防衛でしたね。まあ相手によってこの攻め役防衛を使い分けるのは結構大事になってきます、迫撃はね。さあ、というわけで、あれ、ロブなんだ。最近よく当たってる気がするんだけどな。うん、まあ基本的には迫撃で攻めたいですけど、ないのでちょっかい出していきます。オリー、低めのオリー、しかも、いや、オリってことはもう支援隊ロフグロイジャイレジャイチェーンスキラぐらいかな。まあスキラも強いんですけどね、最近マズダネクいないんで。もうメガゴってことは、まあ、うん、まあスキラロイど、おお、来るね。結構なんか積極的ですね、大胆な。いやらしいな、ね、LSP？ ちょっと待って、痛い。ロイジャーのその疑惑の一発入らなくなったやつじゃないのっていう。さあ、ランバロイの LSP っすね。いや、これ使ってる人マジいないっすよ今。うん、単純にまず世界でも使ってる人が KK とボブザロックっていう2人しかいなくて、なんだろう、今のこのロイジャーが結構終わってる環境でそれを使ってる人はマジいない。うん、よいしょ、やりすぎぐらいがちょうどいいみたいな。いやー、やりすぎだったな。全然ダメージつながんねえな。うん、これ左サイドを攻めたいですね。でも檻をね、変に壊す必要はないです。ワンチャン高めたる怖え。まあベビーメーカー5あたりがやや厄介にはなってくるんですけども、まあ、LSP も嫌だな。もう LSP の方が嫌だな、一番。あ、やばい。これやばい。俺マジで、これの方やばい、やばい。しかも一発入ってる。マジでやばい。今ね、急に死んでる。うん。俺、死んでる。まあ、あとライトか。まあ、防白置いて、一旦落ち着くか。そう、ウッドで、あとこれコウモリできるっすね。削りながら、からのだんだんとね、俺の攻めたい側にユニットが溜まってくるね。こっからよ、私のターン。迫撃置いたらライト来るからな。熱い熱い熱い、それ圧着いい。拾うね。まあまあ、でもこのダメージなら全然いけるっすね。もんなスケキン、本気でスケキンがさ腐るんだよね。うん、
ベビーも嫌だよね。あれベビーなかったっけ、もしかして。でも相手がもう俺にひよって防衛しかしなくなってきたな。ね、でもそう防衛しかしなくなってくるとだんだん俺のターンなのよっていう話よね。うん、追いついてきてますよ。流れがいいね。しかもライト使ったからな、これ激アツ。あー、それちょっとやだな。いや、ガチで熱い。マジで熱い。いや、ほんとに、防衛しかしなくなると、そうなります。いや、これ勝ったっすね。てか、ベビーいなかったか、俺の目がおかしかっただけか。よいしょー。オーケー。いやー、怖い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 。まぁ、LSP たんで、まぁ、コウモリの輝きとはあんま変わらんちゃうからんか。むずい。はい、というわけで今日はね、この、まぁ、高回転の迫撃やったんすけど、まあ、スケー、タツセンとか、ほんと最初にも言ったんです、アウトローとか、バルキリー、ダクプリ等でも使えますので、ぜひね、マジ環境迫撃ですし、グラロは迫撃なんですよ。マジ一生強いです。迫撃が弱かったことはマジ一度もないですし、多分今後ね、どれだけ加工されても使われるカードだと思いますんで、皆さんもぜひね、やってみてください。チャンネル登録、高評価もお願いします。では、あっちゃんです。またね。